さあ、集まれ夢中人、毎週何かに夢中になっている人にお話を伺っていますけれども、今日は気仙沼からですね、子育てママを震災後サポートしようということで、ボランティア団体のピースジャムというのが立ち上がったんですね。今日はその立ち上げ人、佐藤健さんとお電話がつながっています。佐藤さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、佐藤さんが立ち上げましたピースジャム、こう育児をされているお子さんとかね、それからお母さんたちを支援していこうという団体のようですけれども、具体的にはどんな活動をしているんですか？被災地ではどんどんニーズが変わっていきますよね。で、そのニーズを掘り起こして、何が今必要とされているかっていう、ものを調査して、それに見合わせた物資などを配送する仕事を、仕事というか内容、活動をしています。やっぱりその届く支援物資と本当に必要とされているものっていうのは、ズレがあったりするんですか？実際そのズレも中にはあるので、その、例えば今欲しいものが、1ヶ月後には不必要なものになるものっていうのはたくさんあると思うんですよ。なるほど。なので、そういった部分で、そう、マッチングさせるには、早い対応っていうのが、必要になってきています。そうですね。はい、でも、実際ね、ピースジャムにいらっしゃる方って、結構男性が多くて、佐藤さん自身も、震災前は、バーテンダーでいらっしゃった。はいはい、ということ、お店をやってらっしゃったということなんですけれども、どうしてこういうピースジャムを立ち上げようと思ったんですか？ピースジャムを立ち上げたのは後からついてきた感じで、震災後に自分の、バーを見に行ったんですよ、翌日。そうしたら、トイレが半分だけ残っていて、あとは全部流出しちゃってたんですね。それで、360度困ってる人たちが見えるわけですよ。とにかく亡くなってる人もいるし、本当に瓦礫だらけで、その後、ミルクを買いに行ったんですね。佐藤さん自身もお子さんが小さかったんですよね。そうですね。それで、そのミルクを、子供の分のミルクを買いに薬局に行ったら、もう買い占めが起きてたんですよ。その母乳の出ないお母さんたちも中には多くいて、レジに向かって、母乳が出ないんだけどどうすればいいんですかって、あるんだったら在庫売ってくださいっていう状態だったんですよ。皆さんがそういうふうに交渉してるわけですね、お店では。実際本当になかったと思うんですよ。それで、せっかく助かった命なのに、母乳が出ないで赤ちゃんに飲ませられるものがないんであれば、ミルクもなければ大変なことを起きると思って、それで近くの市に、買いに行って、それで渡せば、その誰かは救えるんじゃないかなと、一人でもって思ったんですよ。じゃあもう最初は本当にご自身の足で物を買いに行って、でそれを必要としている人のもとに届けるっていう形だったんですね。でもどうでしょうか、男性スタッフが多いということで、子育てママに寄り添うということで、なんか驚きとか、いろいろ改めて子育てをしてみての大変さとかも感じるんじゃないですか？そうですね。やっぱり、一番こう気づかされるというのは、その、赤ちゃんっていうものの力っていうんですかね。すごく強く感じるんですけれども、それは、そのお母さんを元気にもしてくれるんだなって思うんですよ。逆に赤ちゃんが弱ったり大変な状況になると、お母さんっていうのは弱っちゃうんですよね。で、その逆もまた言えるなっていうのをすごい感じています。じゃあ男性から見ると、その母と子供のつながりっていうのがすごいんだなっていうのを改めて感じるっていう感じでしょうかね。そうですね。で、今の気仙沼ですけれども、実際にはその物資としてはピースジャム、どんなものが必要だなっていうふうに感じてますか？はい、今後、どんどん夏が進んでいって暑くなってきます。それで今、気仙沼ではハエとか、蚊とかもどんどん増えてきていて、それで不衛生な環境からハエなんかが食べ物に増えてきたりして、それで、お
お腹痛くしちゃったりする人も、多くなってるんですね、うん、でそういう防虫対策というのが大切になってきていて、うん、あと、そうですね、もうあ、うん、暑さ自体あるものなので、その冷却シートなりなんなりその体温をある程度こう下げられるような、うんうん、そういった冷却グッズっていうのも必要になってきてます、うん、あとプラスその海洋陶器用のその魚とかですね、そういった部分は、だいぶその匂いが、風に乗ってくるので、うんうんうん、その消臭ですよね、部屋とか、うん、仮設に入った人たちでも、まあ近いとやっぱり入ってきて、ドア閉め切っちゃう人たちも多いんですけど、うん、熱中症予防っていうのも、やっぱりさっきの暑さ対策の中って言った通り、まあ冷却用のものだったり、だとか、うん、必要になってくるなと思います。本当お子さんがいると余計衛生管理って気を使いますからね、そういうのがこれから必要になってきて、それはでもやっぱり夏に必要なもので、今度またその先は違ったものが必要になってくる、でそれにどんどん対応していくのがピースジャムだと思うんですけれども、うん、はい、まあ、今後はどんな活動をしていきたいなっていうふうに思ってますか。基本、まあ、この震災っていうもののそのどれだけの規模のものだったかっていうのはまだ自分たちも分からなくて、うん、それでニーズの変化っていうのもその予測できないところから入ってきたり、うん、もう出てきたりもするんですよ。でそのために、まあ今後の展開というか、まあ、今まで通りですね、被災された方をもう対象にそのどんどん見つめ続けて、それでニーズを掘り起こす、そして対応するっていう、うん、その現地で活動できるっていう利点をですね、使ってレスポンスを上げて、うん、対応していくっていうのが、うん、その大切だと思ってます。そうですか。本当に、ね、身近に近いところにいるボランティア団体だなって私も今伺ってて感じますので、ぜひね、はい、いろんなニーズに素早く応えて、いろんな人の笑顔を取り戻させてくださいね、はいはい、今日はありがとうございました、はい、今日の夢中人はピースジャムの佐藤健さんにお話を伺いました。